この時間は大学ジャーナリストの石渡玲司さんに解説をしていただきます。石渡さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 廃部という判断なんですけども今の取材 VTR を見ていただいて現役の部員たちが何とか続けさせてほしいという思いをカメラの前で話してくれましたそして、えー、鳥内さんはこの大学ラグ、えー、アメリカンフットボール部のですね、えーまあ、ずっとこう支えてきたというレジェンドで鳥内さんもやっぱりこの対応おかしいんじゃないかという意見もあります。でその一方でただ 逮捕された人が3人そして書類送検1人非常に大きな問題になっている、うん、クラブの廃部はもうしょうがないんじゃないかっていう意見もあると思うんです今日のあの北畠被告のですね初公判では、まあ、あの今までその大麻を使用した人数どれぐらいいると思うかと聞かれて10人程度だと思うという,ふうに話してますが、まあ、今後捜査もどうなっていくかわからないという段階です。専門家ののの石渡さんははこの辺りについてはどのよううなご意見でしょうか <laughs> 廃部は,いまあはまあ、あいずれ不可避だとは見ていましたただ、この時期に廃部を発表するというのは正直意外でしたあというのも鳥栖さんも野々村さんもご指摘されたように、あのー、まだこれから逮捕者が出る可能性がある、はい、警察の捜査は決して終わったわけではありません。えーまあ、少なくともお 北畠被告の証言が正しければあと6人は逮捕・立件される可能性があるわけで、えー、それであればまだその警察の捜査が一段落するまでは廃部にするかどうかという結論はあ先送りにした方がまが良かったのではないかと見ています。石渡さんんどうしてここの判断を大学側はこんなに、まあ あえて、まあ、急いだという言い方をしますけれどもどうしてこのタイミングになったんだと思われますかあ私はあの昨日文部科学省に報告書を日本大学が提出しました、はい、あのそれに間に合わせるために<ー>、えー、この時期にした、まあ、ですからもう学生のことはどうでもよくて、うんえー、大学の自己都合 おーまあ、ですから大学の自分ファーストあるいは無責任ファーストというのがあこの配布という判断に至ったのだと見ています。 はい、あの文科省に報告書を大学側から提出したという話また後ほど出てくるんですけれどもそこに合わせたのではないかという石渡さんのご意見ですよね。で改めてちょっとこの話を振り返りたいんですけれども昨日ですねこれ現役の部員2人が勇気を出してカメラの前で話してくれました。その内容ででですけども監督かららになりましたたとアプリで送られてきた文書で 通知されたたとということでし廃部、うん、にならなかった時のためにチーム再建の準備をしていた、まあ、自分たちで部員たち集まっていろんな話し合いもしていった、うんえー、なんとかこれ廃部を免れた時にはこうやって再建しようという話を過ごいしたんですということでした。うん、そして 絶対に海を出し切るのでアメフトをやりたいとえそして皆さんに信頼してもらえるチームにもう一回やな作り直したいんだとそんなことを話していました、うん、えー、そして私昨日お話を伺ったあ官学アメフト部前監督の鳥内氏ですけども背部は学生ファーストなのか疑問ですというふうに話していらっしゃいました早くこの騒動を封じ込めたいとしか思えないこれは本来の大学のあるべき姿ではないんじゃないか大学というのは教育機関で だからじゃあ配分した時にじゃあその残された部員たちはどうすべきなのかというのを全然示してないじゃないかと石渡さん、まあ、本当に大勢の学生がこの日大にはいるわけで、まあ、その影響というのは計り知れないと思うんですがいかがでしょうか。はい、えー 日大の学生が記事を書いている日本大学新聞というものがあるんですけれどあのそこで10月30日付のコラムでまあ学生の記者がこんなことを書いているんですね日本大学は学生ファーストだったのにもう自己保身が先に来ているもう自分ファーストじゃないかとまあかなり厳しい指摘をしていますまああのそれぐらい日大の学生に対する影響というのが大きいというのがあります、うん。 ですからもう学生たちが 大学の上層部にそんなことを思っちゃってるっていう時点でまあ信頼関係がもう保ててないんじゃないかって思いますしえそして世間はという話で言いますとえまず一つこの日大アメフト部員が廃部撤回を求めてというところで日大競技スポーツ運営委員会に180人の署名とともに嘆願書を提出しましたこれおとといなんですけどもで学外で言いますとえライバル関係の間学のアメフト部の OB たちが廃部撤回を インターネットで署名活動を 始めていますライバルチームですよかつてのあのフェニックスなくしたらダメなんじゃないかという声が集まってるんですよねで、これがホームページのインターネットの署名ということなんですけども午後4時で17,282人の賛同という署名が集まりました11,000人以上の署名を日大に提出これが昨日の出来事ですですから石渡さんまあその日大以外のフットボール関係者もこのまま配分した ダメなんじゃないかという声が集まり始めてますね。 はいえー、まあ特にあのライバルチームであったあ関西学院大学の OB がまあこういう署名活動を始めたというのは大きな意義があると思いますでこの署名活動というのがあ日本大学の外だけでなく日本大学の中でも広がっていけば、うん、あまあ例えばですがこの敗部について、えー、継続協議になる可能性というのはまあゼロではないのかなと見ています。うん 石渡さんはそのあたりの大学生の,このスポーツというのはどういうふうに見ていらっしゃるんですかあ、はいまあ、一応、日本大学もです、ね、文部科学省に出した改善報告書の中でユニバスという大学スポーツ協会に加盟しますということを発表しました。あのスポーツイベントだけでなく勉強もちゃんとやりましょう といいう団体でししてて今200以上の大学が加盟していますでただ、今まで日本大学は加盟していなかった、うん、まあだから要はスポーツファーストで来ちゃっていたんですね。うん、で、それをユニバースに加盟するということは、まあ、その方針を転換しますということですので、まあ、これはまあ一つ前進かなと見ていますなるほど、はい、で先ほどもご指摘があった報告書なんですけども、うんはい、実は日大がですね、文科省に昨日提出 提出した報告書の内容ななんですすがこうなっていますアメリカンフットボール部の今後慎重に審議を重ね廃部とする方針を承認しましたまた廃部に伴い在学生および入部希望者の新入生に対し教育的配慮として不利益が生じないよう対策を講じることを継続審議していく。そして他にも 和る日本国の冠をいただく日本大学の失意は大きな打撃と国と国民に与えることになりかねませんとか本事業はアメフト部のことはアメフト部内で収める強固な村社会の意識が大きな原因だというふうに書いてありましたまあですから石渡さん、もこれ昨日の段階ですよねもうすでにこれ廃部を承認しましたってもう書いてあるというのはこれはどう見たらいいですか。 まあはっきり言えば、廃部ありきの話だったということですね、うん、でそれでいて、廃部の理由について合理的な説明というのが一切ない、うん、あのでしかもまあこの報告書には記載はありませんけれど、アメフト部の監督ですとか、顧問ですとか、あるいはその競技スポーツ部の部長、事務長などのまあいわゆる関係者に対する処分というのは、一切発表していません、うん。うん でまあ、今までもおこの事件が発覚してから4ヶ月経ちますけれど、あの日本大学は人事異動もその処分も、うん、あるいはあメディア対応等も一切してないんですよ、うんあのそのあたり、私はかなり無責任だと思いますね、あの関西ではアホより強いけなし言葉として、バカがあるって言われてますけど、うあのもうその通り、私はあの日本大学の対応、バカだと思います。 確かに責任の取り方で言いますと今のところ明らかになっているまあ可能性として明らかになっているのが理事長がまあお給料は50%カットですよとかえ学長と副学長は辞任ですよということなんですけどもそれ以外の監督はどうなのかとかコーチ陣はどうなのかその辺りは全く明らかになっていませんし結局、蓋を開けてみれば一生懸命頑張ってた学生たちがフットボールを取り上げられるという。 で報告書にはいろんなこと書いてあるんですけれども、はい、あのさっき下に書いてあった結局、廃部の理由っていうものが一切書いてないであの部員たちも廃部の理由を教えてもらってない,ていこれはとやっぱり納得いかないところの一つだと思うんですよね。うん、ですから部員たちもそのメールで送られてきて理由すら中間君 <laughs> めちゃくちゃ不安ですよ。そ,そうですね <laughs> ではあ、はい、残された部員たち今後どうなるんでしょうかという話です石渡さんによると、まあ、3つの可能性を挙げてもらいました例えば1つ目なんですけども同好会やサークルとして活動を続ける大学からの支援はない練習場所の確保備品など自己負担になりますリーグ戦はもちろん出られないという形で競技を続けるそしてもう1つは大学への編入受け入れ大学の編入枠は少ない、えー、部員全員の編入は難しいのではないかということです。日大のアメリカンフットボール部 部員が100人以上います、はい、そしてもう1つスポーツ推薦現在の高校3年生どうなるの、うん、一般入試による入学を目指すしかないのではスポーツ推薦はもうだから時期的には決まっているので,、えーでね、石渡さん、このあたりの影響に関してはどういうふうに今考えていらっしゃいますか。 はいえーまあ、まずそのスポーツ推薦ですでに合格が決まった高校生というのは、まあ、合格が取り消しになるというわけではなくて、ですね、うん、あの合格はそのままだと思うんですよ、ただ、あのアメフト部で活動したいで、うんえー、アメフト部のスポーツ推薦だという高校生は、まあ、アメフト部がなくなる以上は、あうん、日本大学への進学は認めるけれども、アメフト部はないので、もうあとは好きにしてくださいいや,いやでも いやあのかなり無責任な話です。 でそれであのアメフト部で頑張りたいんだという高校3年生であれば、うん、その日本大学のスポーツ推薦の合格を辞退してパネルに出ているように一般入試による入学を目指すしかないということになります、うん、ただ、これはこれでかなりハードル高いんですよあのつまり、えー、アメフトの強豪チームのある大学というのは、まあ、関西学院大学もそうなんですけれどあの大体は難しい大学ばっかりなんですね。うん あの難易度が高い大学ばっかりなので一般入試での合格というのはなかなか難しいということになるのでまあそうなるとまあ発展途上のチームのある大学を目指すしかないのかなというまあで他の,その同まあ現役の分野はまあ同好会サークルとして活動ですとかあるいは他の大学への編入にしてもまあどれもあのそれぞれ難しい茨の道なので。 まあ私はあのこのあたりの責任を日本大学の経営幹部というのはどう見られているのかなと、うん、おまあそういった意味でもまあバカだなと思います、うん、もう2回目ですけど。はい まあこれフットボールという競技を軸にいろんなライフプラン考えてたと思うんですよねそれが全部崩れ去ってしまったように思いますこれどうするんでしょうかで日大なんですけども記者会見を予定しています、はい、12月4日の月曜日ですね林理事長、そして日大の改善計画を策定しました弁護士が出席予定だということです幹部部ののの処分につにつついいいいてててそしし今後アメフトどんな説明があるのか注目したいと思います。 この時間は石渡さんに解説をしていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。